今、三重県いなべ市が熱い。昨年5月オープン、以前花咲でもご紹介したグランピング施設や、こちらも過去にご紹介した連日行列のグルメ施設、にぎわいの森など、新しいお出かけスポットが続々誕生している激アツスポット。ダイアンインターを使えば名古屋から1時間で着いちゃうんです。そんないなべ市におととい激アツスポットが誕生。三重県いなべ市に今週新オープンした施設、それがこちら、いなべあげきベース。その魅力早速調査してまいりたいと思います。うわ、高級ホテルみたい。おととい、温泉、サウナ、食事、宿泊が楽しめる複合施設、いなべあげきベースがオープン。この開放感のあるおしゃれなロビー、いかがですか？それもそのはず、皆さん名前のここに注目。実は四日市のおしゃれ温泉施設、湯守座を運営している会社がプロデュース。もともとあった温泉施設、あじさいの里を改装してできた場所なんです。大人平日700円から利用可能。先週の土日のプレオープンに待ちきれないいなべ市民が700人以上来店したんです。気持ちよかったです。すごい綺麗で、はい、最高でしたね。素敵でしたよ、まあ、日本にもこんなところができたのかなと思いましたね。感動したな、今回プレオープン当日に密着。地元民78名が教えてくれた最速リアル口コミ情報を集めました。すると、うわ、何これ、斬新な体験。一味違う熱波体験が楽しめる三重県最大級のサウナエリアに、地元で大人気の野菜たっぷりランチ、抜け出せなくなる沼休憩エリアなど一日満喫できます。まずはやっぱり温浴棟から。なんとこちらスーパー銭湯では珍しい掛け流しの天然温泉、湯冷めしづらく疲れも吹っ飛ぶアルカリ性の天然温泉。お肌すべすべになるんですよ、ここ。お風呂は大きい内湯と、開放感のある露天風呂に昔ながらのサウナがあり、温度はおよそ85度。ここでリニューアル前を知る地元民ならではの超リアルな口コミが。最新の口コミみたいなのをちょっと集めてまして、はい、どこが良かったですか？やっぱ熱い風呂。熱いお風呂があることですね。ここの前を知ってるので、でも熱いのを求めててわざわざ鈴鹿まで行ってたぐらいなんですよ。結構42、3度の熱いのが入れてすごい良かったです。疲れが吹き飛びます、はい。そしてこちらのお子さんは、なんか前はお風呂全部めっちゃ暑かったけど、なんか暑いのと普通ぐらいのに分かれてた。こちらの内湯はぬるめと熱め2種類の温度になっていて、大人から子供まで楽しめる工夫がされているんです。その差およそ4度。この細かい違いに気づけるって地元民通ですよね。さらに細かいリアル口コミも。だってあのええー、のはなんていうのかな、シャワーの出がようになった前に比べてとか、その辺はすごく改善されたみたい。おお、すげえ、めちゃめちゃ跳ねる。ご覧ください、この水圧、横にするとなんとおよそ5メートルも飛ぶんです。続いては休憩エリアをチェック。新さん、目の前に暖炉があるじゃないですか。はい、こちらが休憩スペースになりまして、ファイアプレスを備えております。真ん中の暖炉がおしゃれなこちらの休憩スペースも地元民おすすめスポットの一つ。
温泉の入場料だけで利用可能なフリー Wi-Fi に、個室のコワーキングスペース、ママに優しい授乳スペースも、さらにさらにトレーニングジムまで入っているんです。中でも地元民の口コミが多かったのが、ここがあの秘密基地みたいですごい良かったです。ここが秘密基地みたいで、家族連れナンバーワン人気の座敷は秘密基地のように楽しむ子どもたちで大にぎわい。こちらのお父さんも超リラックス。この椅子動きたくなくなりますよね。さらに1700冊以上の本があり、時間を忘れてのんびり過ごせます。ここにもリアルな口コミが。ここのエリアの絵本あるのが嬉しいです。なんか結構くつろぎエリア漫画ばっかりとか多いけど、子供も楽しめる絵本が結構揃ってて嬉しい。本の中にはおよそ20冊もの絵本があり、お子さん連れに大好評です。大人にも。ちょっと絵本で久々に感動した。いいや。取られてるよ。さらに長居しすぎちゃうサービスが。こちらがご入館いただいたお客様は無料で使っていただけるコーヒーコーナーでございます。え、無料ですか。はい、そうです。入館料だけで。入館料で無料で何杯でも。何杯でも。はい、めちゃくちゃ嬉しい。こちらも嬉しい。引き立てコーヒーと水が飲み放題、全部入館料に含まれているんです。あ、美味しい。ここ入館料700円で、コーヒーってだいたい喫茶店に行くと1杯400円くらい、2杯飲んだら元取れちゃいますね。まだまだあります。最速リアル口コミ情報。続いて地元民が一番期待しているエリア。あの向こうの、サウナルーム、あそこいいですよ。というかサウナに興味があって、まあ、見学に。私スウェーデンのサウナ入ったことあるのね、旅行で。すごい、素敵でしたよ。まあ日本にもこんなところができたのかなと思いましたね。期待値マックス。サウナエリアへ。ちょっと待ってください。正面にすごいスペースがありますけども。井戸水の水風呂になりまして、2層あります。え、露天の水風呂。はい、しかも井戸水の水風呂ですか。こちら三重県最大級のサウナエリア。先ほどの入場料にプラス500円でサウナポンチョもついてきます。しかも時間無制限。屋外の大きな外気浴スペースには井戸水を使った大きめの水風呂が2つ。温度は一定のおよそ15度に保たれています。さまざまな椅子が並べられた整いスペース。そしてメインのサウナ3種類です。わっ、おお、広々空間。これタオルが置いてあるんですけど、こちらのサウナではあのスタッフによるアウフグースを定期的に開催しようと思っておりまして。熱を仰いでくれる。もうホットホットですよ。幸せハッピーホットですよ、ここは。はい、室温90度、およそ20人収容できるメインのサウナでは、他では体験できないハッピーホットな熱波体験が。あ、めちゃくちゃほうじ茶の茶葉の甘い香りがきますね。うーわ、なにこれ、斬新な体験。めっちゃいい香り。一般的にはアロマオイルを混ぜたアロマ水を使いますが、こちらはなんとほうじ茶など地元のお茶を使ったロウリュ。さらに8人収容の小型サウナはおしゃべりしながらセルフロウリュも楽しめる。珍しいサウナもう一つあるんです。
サウナ結構行くんですけど、20カ所以上は絶対今まで行ったんですけど、ここまでのこの寝転がれるスペースっていうのは見たことないです。およそ60度の低温でゆっくり寝っ転がれるサウナもあるんです。サウナエリア、ドリンクコーナーはもちろん無料。地元のお茶やデトックスウォーター、さらにさらにミックスナッツ、ドライフルーツも全て無料なんです。至れり尽くせりで、お風呂とサウナ合わせてもこのお値段、めちゃくちゃ安い。しかも名古屋から1時間ですからね。プレオープンの日は一般の方は見学のみでしたが、多くの人がチェックしに来ていました。他の地区の人連れてきて一緒に来たい、いなべこんないいものあるんだよっていうのを見せたいですね、うん、はい。さあ、体が温まった後は美味しいご飯も食べたい。最後はグルメです。入場料がかからないのでここだけでも楽しめます。こちらがその名も新あげき食堂。プレオープンにもかかわらず地元民で店内いっぱいでした。その人気の理由もお客さんから教えてもらいました。いかがですか、お料理。いつもと変わらなく美味しいですよ。美味しい、うん、そうやね。あげき食堂は行ったことある？あ、あります？奥さんは行ったことある。古民家でご飯も美味しくて良かったです。あ、実は新あげき食堂さん、もともと築100年以上の古民家で営業していた大人気食堂。今回のあげきベースオープンを機に移転。当時の、なんていうのかな、建物の一部切り取って入れてるじゃないですか。なんか、嬉しかったです。常連客なら一目でわかるあげき食堂の建物の一部を移築し、より親しみやすい空間になっているんです。さらに料理の魅力を聞いてみると、野菜がたくさん取れるような、そんな感じですね。すごい野菜とか多くてめちゃくちゃ美味しかったですね。本当ですか、はい、自分のところで作ったあの野菜とかそういうものを提供してもらったものですから、もう本当に感動したな、うん、手作りにこだわり、使う野菜まで自社農園で作っているんです。野菜たっぷり、地元民感動のメニューが。お待たせしました。はい、失礼します。はい、うわー、竹御膳ランチでお出しさせていただいております。竹御膳ランチ、はい、こちらが特注の竹のお盆に乗った、その名も竹御膳ランチ。自社農園で育てた野菜のサラダに、自家製味噌を使った味噌汁、さらに地元のお米を使ったご飯。メインは地元のブランド豚、桜ポークのローストポーク。その上に新玉ねぎを使った味噌味の自家製ソースをたっぷりと。うん、めちゃくちゃ柔らかい。ありがとうございます。ソースの甘さと豚の旨味が抜群のバランスですね、はい、ありがとうございます。紫色のがダークパープルって、それ人参なんですよ。ぜひ召し上がってみてください。めっちゃ紫色でちょっと漬物っぽいですけど、いただきます。甘みが強いのと、ちょっと食感がシャキシャキしてるというよりかは、うん、ちょっとこうしっとりめの食感なので。あ、そうですね、ちょっとねっとりしてるかもしれないですね。他にもほうれん草がたっぷり入ったピリ辛のドライカレーや、子供用の定食などがあり、どれも食材にこだわった料理ばかり。さらに地元の極厚食材を使ったランチがあるんです。こちらもお客さんに聞きました。お蕎麦のランチを。蕎麦ランチですね。みんな蕎麦。みんな蕎麦なんですか。はい、みんな蕎麦。すごい。すごいお肉みたいな揚げが入ってて。あ、レイコン。レイコン。美味しいです。レイコンもありがとうございます。揚げがあのすごい分厚いんで。すごい。食べ応えがめっちゃあるんですけど。箸で持ってやんかったもん。地元のそば粉を使用した特注のそばと、甘めに炊いた大きな揚げが乗ったこちら、おそばもいただきました。
喉越しめちゃくちゃいいですね。そうですね、あの太くないからもそもそしないかもしれないです、うん、すごいサイズ、厚みがすごいですね。そうなんです、はい、うわめちゃめちゃジューシー、満足感が120点ですよ。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しい。ちなみにお店で使用している地元のお米や自社農園の野菜はお店のすぐ前の売店で購入できます。さらに5月のゴールデンウィーク後半から宿泊施設もオープン予定です。お楽しみに。